1978年の触れない駅と周囲約750メートル範囲。右側が日高町方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ぶりない駅は、かつて北海道サル群ビラトリ町ぶりないに設置されていた日本国有鉄道府内線の駅である。府内線の廃線に伴い、 1986年11月1日に廃駅となった所在地名よりアイヌ語の触れないに由来する廃止時点で一面二線の島式ホームを有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった駅舎側が上り線、外側が下り線となっていたその他上下本線それぞれの外側に安全側線を持った側線を各一線ずつ有し 上り線側の側線の駅舎号には貨物用の短い短式ホームを有した。職員配置駅となっており、駅舎は校内の南側に位置し、ホーム東側とを結ぶ校内踏切で連絡した。旧駅校内は1986年11月からビラ取り場により、触れない鉄道記念館として整備されている。駅舎は撤去されたが新たに、 バスの待合所兼用の建物が建築され、館内1階に C58 形状機機関車の動輪や当時使用していた閉塞機、備品、保線用具、液スタンプ、写真パネルなどが保存、展示されている。館外には当時の状態のままに側線を含むレールとホーム、腕機式信号機が保存され、旧上り線上には旧ソ連向けに申請された。 国鉄 D51 系蒸気機,機関車と同系機である D51 から23号機がサハリンから戻ってきて生体保存、展示されている。また、旧下り線ホームに横付けする形で国鉄の旧型客車であるスハ45系スハ4537とスハフ42系スハフ42519の2両も生体保存、展示されている。客車は ライダーハウスとしても利用されており、内装は宿泊施設用に変更されている。ホームには当駅のホ,カホロケ市駅、セウ駅、岩チ市駅の駅名表が移設保存されている。当駅を発着駅とする区間列車が上下一本設定されていた3月14日、改定の時刻。ありがとうございます。